ロッテルダム国際映画祭。ロッテルダム国際映画祭は、オランダのロッテルダムで開催される映画祭。1972年に始まり、毎年1月の終わりに開催されている。1995年の第24回以降は、長編映画のコンペティション部門の上映作品を、長編初監督作品か、長編2作目に限っている。このため、新人監督に賞を授与する。 映画祭となっている。最高賞の最優秀作品賞は、タイガーアワードと呼ばれ、1995年から導入された。長編作品タイガーアワードと短編作品タイガーアワードの2種類からなる。その他に、ザビッグスクリーンアワード、観客賞、ジオラフトアワード、国際映画批評家連盟賞、ムービーゾンアワード、KNF アワード、 ネットパックアワーズなどの賞があり、フィルムマーケットでも、ユーリメージズ CO、プロダクションデベロップメントアワード、アルテ、フランスシネマアワードなどの賞がある。ありがとうございます。